デューク・エリントンを描いた記念講果、エドワード・ケネディ・デューク・エリントンは、アメリカのジャズの作曲家、編曲家、ピアノ奏者、オーケストラリーダー。デュークというニックネームは、子供の頃から自然な優雅さ、身だしなみを身につけきちんとした服装をしていたことから、友人によってつけられた。1899年、ワシントン DC で生まれる。父親は、 著名な白人イッシュ・ミドルトンカスバートの執事であり、時々ホワイトハウスへの仕出し業も行っていた。小学生の頃からピアノを習い始め、ハイスクールでは校内のパーティーでピアニストとして活躍していた。同時期に音楽教師から高度な作曲理論を学び、1916年にピアニストとしてデビューした。その後ニューヨークに進出し、1927年に ニューヨーク市マンハッタン区ハーレムにて高級ナイトクラブ、コットンクラブを経営していた、オーニー・マドゥンがデューク・エリントンとバンド契約に至る。マドゥンの考え方は、コットンクラブのお客は、全員裕福な白人、演奏するのは黒人ジャズメンというものだった。エリントンの楽団は、カウント・ベーシー、ベニー・グッドマン、グレン・ミラー、フレッチャー・ヘンダーソン、スタンケントンらの楽団とともに、 一大スウィングブームを巻き起こした。彼は1930年代から第二次世界大戦後にかけて A 列車で移行こうやキャラバンなどジャズのスタンダード曲を世に送り出した。1964年に新潟市で新潟地震が発生した際に日本公演を行っていた。地震の被害を知ったエリントンは次に予定されていたハワイ公演の予定を取り消して 東京厚生年金会館にて震災に対する募金を募ったコンサートを開催した。その後コンサートの純益である96万円が新潟市に送られ、再来日した1966年には新潟市より国際親善名誉市民の称号が送られた。エリントンは1974年に75歳で死去した。エリントンが亡くなった後も、 彼が立ち上げたオーケストラは存続しており、2008年にも日本公演をしている。2009年、コロンビア特別区からエリントンとピアノをあしらった25セント記念硬貨が発行される。アフリカ系アメリカ人が効果に描かれるのはこれが初めて。受賞歴としては映画、ある殺人の音楽でグラミー賞3部門を獲得したほか、 合計9回グラミー賞を獲得している。また、1969年には、その貢献が認められ、大統領より、アメリカ自由勲章が授けられたほか、1973年には、フランス政府から、レジオンドヌール勲章が授けられた。ありがとうございます。